本部マッサは、宮崎県において、埴輪の複製の製作に従事し、多数の作品を残した女性。埴輪製作の先駆者と評される。1955年には、宮崎市に本部埴輪製作所を開業して、以降、土産物などとして販売される埴輪を多数制作した。宮崎市の平和大公園、埴輪園に設置された、本部作の埴輪群、2007年撮影。 1963年に開園した宮崎市の平和大公園にある埴輪園には本部が制作した複製の埴輪およそ400機が配置された。本部正は下穂北村に生まれた。父親の大二郎は林業経営の傍ら商家でもあったが古墳の遺跡や出土品への関心を持っており、斉藤原古墳群の発掘調査にも関わりがあったため、 マサは幼い頃から出土品に触れる機会があった。やがて女学校の生徒となった頃には出土品を模倣して焼くといった制作活動に手を染めるようになっていた。延岡高等女学校を卒業後は、埴輪の模索に打ち込み続けた。1929年には埴輪の制作を事業として手がけるようになった。1955年には事業を法人化し、 兄弟三人で有限会社本部埴輪製作所を設立した。折から宮崎県が観光地として注目を集めるようになったこともあって、土産物として埴輪を求める観光客も多くなり、最盛期の1960年代には従業員180人という規模にまで成長した。また、様々な有名人が工房を訪れて、 本部と交流するようになり、1964年には連続テレビ小説、玉揺らのための取材で宮崎市を訪れた川端康成もやってきた。注目されるようになっても、本部は自作の埴輪について芸術作品でも職人芸でもない模作品と述べていた。1964年に東京オリンピックの聖火リレーの国内の起点が宮崎市となった際には、 平和大公園に設置された聖火台の制作を本部が手掛けた。この聖火台は平和大公園内の埴輪館の傍らに残されている。1985年には宮崎県が本部の業績を表彰しようと動いたが、本部は自分は模倣をしているだけで創作をしているわけではない、などとして表彰を誇示した。 本部埴輪製作所は、その後、マサの弟である、沼口健次郎が継承し、さらに後には、その息子、沼口和夫が代表となった。2012年当時の記事によると、同社は年間1万個ほどの埴輪を製作しているという、ありがとうございます。